アデマールド・モンテイユ、アデマールド・モンテイユ、アデマル・デ・マンタイル、または、アディマル、アイマール、エイラーズという表記もあるわ、第一回十字軍における重要人物の一人。単に、アデマール、アデマール司教、もしくは、ルピュイのアデマールとも、南フランスの司教座都市ルピュイイコールアンイコールブレの司教を務めた人物で、十字軍の軍団のまとめ役ともなった。 アデマールは、フランス南東部ドーフィネの貴族、モンテイユ領主家、セインアーデマンタイルに生まれたが青年月日は、定かでない。三人息子の長男であったアデマールは、教会に入る前には軍隊にいたと考えられるが、この時期の記録はほとんど存在せず、教会に入った理由も定かではない。しかし軍事を知っていたために、後の十字軍において主導的な役目を果たしている。 クレルモンフェラン大司教及びルピューイーコールアンイコール、ブレ司教を務めたエティエンヌド、ポリニャック、エチエンネでポリニャックが1076年2月に、生殖売買により、教皇施設、ペイポラゲートディの遊具、遊グで第により破門された。エティエンヌはこれに従わなかったため1077年3月、直接、ローマ教皇フレゴリウス7世により破門された。これにより、アデマールが、 新しいルピー司教に助任された。アデマールは、助任権闘争を進めるグレゴリウス七世の教会改革を支持する路線を取ったが、従来の地元の聖職者たちや有力者のポリニャック家などと厳しく対立し続けた。1086年から1087年にかけて、アデマールは、巡礼に出かけ不在であったことが様々な記録にあるが、行き先がエルサレムであったと書いているものもあれば、 行き先について書いていないものもあり断定できない。当時は、セルジューク長がしばしば聖地への巡礼路を封鎖していた。1995年の春から夏にかけて、教皇ウルバヌス2世は、南仏を精力的に回り、この間に、南仏諸行やアデマールを含む聖職者らと、教会改革や、聖地遠征への下準備を進めたとみられる。1995年11月、10日間にわたり、 クレルモン・フェランで行われたクレルモン教会会議では、生殖売買や除人権などをめぐる懸案が取り上げられた。最終日の11月27日、教皇ウルバヌス2世は、セルジューク町に圧迫される東ローマ帝国の救援と聖地奪還を民衆に呼びかけ、アデマールはこれに熱狂的に応えた。ウルバヌス2世はすぐさま司教、アデマールを教皇施設に任命し、 聖地に向かう軍の指揮を任せた。以後、十字軍の遠征先において、内輪もめを続ける、参加諸侯ではなく、アデマールが精神的指導者となされることになる。翌1096年、アデマールは寄付を集める一方、アデマールに続いて、聖地奪還の呼びかけに応えた南フランスの有力貴族、トゥールーズハク・レーモン四世、レーモンド3イコール。 ジルと南仏諸公軍の党について話し合いを進めた。こうして1九9 6年10月、プロバンス諸公による十字軍がルピュイからコンスタンティノープルに向けて出発した。彼らはアルプス山脈を越えてロンバルディアを経由し、ダルマジアの海岸に沿って南へ進み、東、ローマ領のドゥラッツォに入った。ドゥラッツォの知事で皇帝アレクシウス一世。 コムネノスのいとこでもあったヨハネス・コムネノスが、プロバンス軍の一行に監視を兼ねて加わったが、コンスタンティノープルへの途中の各地で従軍と東ローマの間に圧力が絶えなかった。197年2月、アデマールは、オフリドの近くでラバの背から振り落とされ、金品を奪おうと寄ってきた兵士たちに殴られた。兵士らは仲間によって制止されたが、これ以後、アデマールは体調を崩した。 3月には前進する軍勢から離れて、サロニカ付近で、少数の手勢と共に休んだ。プロバンスの軍勢は4月27日に、東ローマの首都コンスタンティノープルに到達したが、これまでの東ローマ側との衝突で、不信感を抱いていた指導者のレーモンドサニコール、ジルは皇帝アレクシオ一世コムネノスに対する心中の機会を拒んだ。 少し遅れて到着したアデマールはレーモンをなだめ、レーモンはかろうじて皇帝に対し、対立する気も侵略する気もないことを認めた。プロバンス諸公の軍は、南イタリアのノルマン人諸公の軍や、北フランス諸公の軍と共に、ボスポラス海峡を渡り、二回や行為戦を経て小アジアを横断した。6月30日、トリュラエウムで、 ルームセルジューク長のクルチ・アルスラーン・一世らの軍勢がノルマン人諸公軍を包囲したが、アデマールは軍勢を率いて救援に駆けつけ、中力諸公軍を撃破するという重要な活躍を行っているドリュラエウムの戦い。さらに1097年10月20日から1098年6月まで8ヶ月にわたり続いたアンティオキア後為戦において飢餓や疾病で苦しみ、 地震やオーロラ出現に怯え、長引く戦いに士気が落ちる十字軍兵士に対し、アデマールは断食を行ったり、祭日の儀式を取り行うなど、士気の維持に努めた。また諸公による軍議も、主にアデマールのいる幕舎で行われた。アンティオキアの陥落後、十字軍は応援に駆けつけた、モースルの領主ケルボが、カルブーカの軍勢に逆に包囲されてしまったが、アデマールは、 町の通りを回る行進を組織し、家々の門を閉ざし、パニックを起こし始めた十字軍兵士が、町の略奪を始めるのを防いだ。包囲されている間、十字軍に加わっていた、修道士、ペトルスバルトロメオという人物が、夢に、イエス・キリストが現れその教えに従い地中からせえ、槍を発見したと言い出して、兵士たちの間に熱狂な反応を引き起こしたことに、対し、 アデマールは、聖槍のような生物はすでにコンスタンティノープルに収められているので、こんな場所で見つかるなどとは、少子千万、として、非常に懐疑的に見ていたが、四季の向上につながるのならばと熱狂に水を、刺さないでおいた。1九9 8年6月28日に十字軍は聖、槍を先頭二条街に出撃し、アデマールも、軍勢を率いて、 城外のケルボガラの宿営へ突撃した。ケルボが軍による包囲を打ち破った後、アデマールは今後のアンティオキアの所有権をめぐる見解の総意や十字軍に参加する諸行同士の主導権争い、特にタラントコーボエモンとレーモンドサニコール、ジルトのさかいを収めるために会を開いたが、対立は静まらなかった。しかしアンティオキア行為戦が終わって間もない1 0十八年八月一日、 アデマールは、おそらくチフスにかかり病没してしまう。軍勢は指導者の一人アデマールを失い諸侯の対立が収まらず、食料を不足のためエルサレムへの前進は止まってしまった。他の諸侯とは違い、アデマールに対しては表立って対立する者もいなかったともあり、精神的指導者アデマールの不在は十字軍の指揮系統にとって大きな打撃となった。下級兵士たちはなお、アデマールが、 指導者であったと考え続け、後の1099年のエルサレム行為戦においては、アデマールの例が現れて、城壁の周りを更新せよと教えたと主張する兵もいた。実際に城壁の周りを回った軍勢は途中で城壁の弱点を発見し、そこからエルサレムは陥落する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。